抱きしめたい抱きしめたい今キスをしたいキスをしたい。あ、ごめんごめん今ブレイカーズツアー中でイメトレしちゃってましたあ、すいません本番中。あ、すいません、ちょっとダメよ、ちゃんと分けてくんないと、ブレイカーズとこの番組と大内、まあのコーナーだから。そうだそうだそうだよ。あ、すいません、第5555で、何ですか今日第5555ちゃんと行ったんだろうね、ロケは。行きました行きました。大丈夫だろうね。ちゃんと行ったんですけど、うん、今日はあの竹山さん、はい、めっちゃ仲いい方なんで。めっちゃ仲いい誰だろう。誰だ。俺でも人生で本当に仲いいって言ったら、中田と地元のカンちゃんって友達しかいないカンちゃん。カンちゃんでもマスコミ嫌いだから出ないと思うけどな。中田さん最近ちょっと大人の男演じてますということでね、今日はあの家電にめちゃくちゃ詳しい、家電といえばあの人という方にですね、アタックしてこようと思うのでね、ぜひ皆さんこれで君も家電のスペシャリストに仲間入り。家電のスペシャリストになるのは残念かなということでね、行ってみたいと思います。第5 5 5 Here we go OK。というわけで今回は家電のスペシャリストへ第5 5失礼します。こんにちは、大吾です。消費税を上げたやつの孫だなすいません、あの正しくは導入した導入だ、そうだすいません、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと大吾いいカメラ回してんじゃん。これですか、これいいですか。これ俺はやっぱね、やっぱソニーさんといえばもうこのね、CMOS をこう裏面につけることによってですね、はい、暗い画面のところもこう明るくっていうんでね、いいですよ。いいですかこれ、魅力的なデジ回してるよね。マジですか土田さん、あの早速やっぱ家電芸人っぷりを、まあ、家電大好きですからね、今回もあの家電の壺検定っていうのを僕やってまして、はい、まあ、この収録ですよ。マジっすか。はいはい。何すかその家電の壺検定っていうのは。これね、やっぱあの毎回それぞれこうね、例えば第4回目だったらこのサイクロン式のね、はい、この掃除機とか、はい、お題の中で、このサイクロン式の掃除機についてのこう問題をね、はい、出すわけですよ。あ、でみんながそれをこう解いていくというね、はい、そう検定を、家電検定ですよね。なるほど。本当はね、僕はねこれ企画はね断ろうと思ったんです。あ、そうなんですか。なぜならね、僕はね、はい、参加したかったからなるほど。本当は徳川に回りたかったから。なるほど。そう、好きな家電とかって。僕はねやっぱ白物家電って言われるのが好きでして。白物、うん、やっぱあの、はい、なんだろう、こう例えばパソコンとかね、はい、いろいろあったりする中でもやっぱ家電ってやっぱ子供の時からだと、例えば冷蔵庫とか、はい、掃除機とか、はい、洗濯機とかね、はい、そういうもうね普通にこう家の中に昔からあるもの、はい、この白物家電っていうのがね好きで、やっぱほら家電って安くないから、はい、でやっぱねこう家族なんですよね。家族。そうだってほら、例えばテレビ買ったらね、はい、それで2ヶ月ぐらいしたら買い替えたりしないでしょ。しないっす、ね、結構長く使うでしょ、何年も。そうですね。そうなると何年も一緒に共に、うん、家の中で暮らすわけですから、俺家族なんですよ。なるほど。そうだから、もう結婚する時と一緒よ。だからこう軽々しくこう相手を選べないというかね。おー、よく調べて本当に俺はこの子と結婚したいんだってやつを買うわけ、買うって言い方おかしいからなんかお金の話になってるけど、でもまあそれも、ね、家電ってそういうことだと思うんだよね。嫁探しみたいなこと。なるほど、うん、でもねその家族にもねやっぱ寿命があるわけ、はい、でやっぱねこう別れの時が訪れるわけよ例えばテレビ買い替える時とかあって、はい、新しいテレビが来ると前のテレビ古いやつを持ってっちゃうじゃない、はい、その業者さんが、俺の古いテレビを雑に扱ったら怒りますからねおい待てと。マジっすか。俺の家族を何だと思ってるんだと。土田さん本当家電の話だと俺愛の手しか入れらんないそうでしょ本当に止まらないんだよね本当に、まあ、普段ねテレビ番組とかそんなに喋んないからね面倒くせえからねであとですね、はいはい、この番組あのカンニングの竹山さんが一緒にやってるんですけども、はいはいはい、土田さんともマブダチってことを聞いたんですけど、いやマブダチって先輩ですからね竹山君は。あ、本当ですか。そうです。だから年も1個上ですし芸歴も1年先輩なんですよ。であと、まあ、竜兵会っていうのでも、はいはいはい、一緒ですし、有名なあの、はい、有名なのクソ芸人が集まってクソつまんねえ飲み会を開くで同じの竜兵会。なるほど、はい、よかったらじゃあその竹山さんに、はい、ちょっと土田さんからエールをちょっといいですかもらっちゃってエール
応援するの？メッセージじゃなくて、ちょっとエールをもしよかったら竹山君頑張れ的なことを。そうですね、なんかちょっと土田さんから見た最近の竹山さん。なんか俺も十分頑張ってると思ってるんだけど。じゃあ、竹山さんね、これからも頑張ってください。いいのこれ、大丈夫です。大丈夫。ところで恒例のエア対決何やる？土田さんやっぱサッカーお好きじゃないですか。サッカー好きですね。なので、はい、エアサッカー対決どうですかね。まあ先は見えないけどいいですよ。いいですか。じゃあちょっとせっかくなんで、なんか選手をおのおの決めて対決した方がいいかなと思って、より盛り上がるかなと思って、うん、土田さん何選手がいいですかね。何選手、マラドーナとかですかね。あ、マラドーナですか、はい、じゃあ俺やっぱ今旬の本田選手でいきたいんで、本田圭佑君、はい、じゃああのいいっすか、俺無回転シュートのあの再現やっていいっすか。いいよ、土田さん、じゃあマラドーナで対決でお願いします。それではエア対決サッカー編、マラドーナ対本田選手。それでは土田さん VS 大悟のエアサッカー対決。さあ本田打った。あ、だって本田選手フリーキック蹴ったんでしょ。はい、多分直接狙うと思うんだよね。多分マラドーナ見送るぐらいじゃん。マジっすか。だってフリーキックでしょ。神の手出てこないですか。神の手、あ、それやるってこと。はい、あ、本当、はい、フリーキックから神の手でいいっすか、ね、なんで一回フリーキックを触れなきゃいけないんだろう。まあいいですよ。もうわけわからん。フリーキック2本目、本田蹴った。入った。すごい、やりました、やりました。これね、僕からのお願いだけれども、はい、カットしてほしい。すみません、使わせていただきますんで、土田さんの PR タイム。まあ、私がですね、この家電芸人のこの誇りにかけまして本気で家電王検定スペシャル企画をプロデュースいたしました。ぜひこれ見てほしいなと思っております。どんどんチャレンジしてください。ダイヤチョジョイのチョイス。イエーイ、やってきました。カジャ君ですね、はい、今大人気の韓国俳優の方がいるらしいのでやってきちゃいました。めっちゃ緊張します。こんにちは。せーの、スゴハショスムニだ。はじめまして。ウメーネが突撃したのは孫独女王のアルチョン役で大ブレイク中のイ・スンヒョさん。孫独女王のアルチョン役というのはどんな役ですか。孫独女王에서孫独女王을옆에서호위하는그런인물을맡고있는화랑중에한명이에요그리고마지막까지선동여왕이죽어서도계속끝까지무덤을지키는그런역할입니다네네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 もう今終盤に差し掛かってると思うんですけど、おすすめの見どころというか教えていただきたいなって。후반부에는제가수염을달고좀더성장을하게돼요그래서뭐이야기에대해서는제가말씀드리면보시는데재미가없을거예요그래서다이야기스토리를얘기하기는힘들고마지막까지보시면마지막회에는제가지금할아버지분장을하고선동량무덤을지키는그런모습도볼수있을겁니다끝까지재밌게봐주세요이순효사아리가토고자이마시타소레데와사이고니팬노미나사니메시지를이ただきました。지금일본에서선동여왕이방송하고있는데너무인기가많다는얘기를들었어요그래서오늘도제가이렇게일본에오게됐고팬미팅을하게됐거든요그래서정말고맙게생각하고요마지막까지끝까지선동여왕을재밌게봐주시고요그리고저는이제앞으로도계속일본에서활동할계획이있으니까많이지켜봐주시고더사랑해주세요감사합니다이야素敵だった요시これでよしとめっ
ジャケ代何やってんの？プレステージ知らないの？今 BS フジでやってるカンドラを見てポイントを貯めようっていうキャンペーンやってんだよ。何それ？これはね、自分が見たい BS フジの韓国ドラマを携帯電話でね登録しておくと、ちゃんとその番組が始まる時間を教えてくれるの。そんなに時間が来ると携帯にお知らせが来るってこと？そうそうなんだよ。超便利じゃん。それだけじゃなくて、そのドラマを見るとポイントが貯まってプレゼントがもらえるの。マジ？それ超ラッキー。そうなんです。このカンドラを見てポイントを貯めよう、韓国ドラマプレゼントキャンペーンでポイントを貯めるとご覧のプレゼントにご応募いただけちゃうんです。このキャンペーンは今年の12月31日までやっています。ポイントが貯まったら何度でもプレゼントにご応募いただけますよ。詳しくは BS フジの携帯サイト、もしくはホームページでご確認ください。 BS フジのカンドラを見ているだけでポイントが貯まってプレゼントまでもらえちゃうなんて、本当にカムサハムニダー。というわけで大安吉日、今回はもう終わりです。あのね、知ってました？さっき聞いたんだけど、はい、なんか生放送やるらしいですよ。お、初じゃない？初です。ねえ、12月1日の夜10時から、うん、それも時間が4時間。マジ？はい、4時間ですか。でもね、俺12月1日、うん、ライブなんですよ。え、そうなの？そうなんですよ。そうでしょ。え、じゃあ無理じゃん。え、そうなの？いや、もう俺大悟来ないの？じゃあ俺やらない、来ないよ俺来ない来ない来ない。私も無理よ無理よ無理よ。ねえ、そうよ、やめようか。集まんねえなら別の日にしようよ。そうっすね、確かに。そうはいかないんで。ちょっと初めてだからいろんなことがあって楽しいと思いますよ。そうだね、頑張ろうね。はい、皆さんぜひ見てください。はい、お願いします。はい、さあそれでは次回も大吉です。ハッピー。津田くんは家電芸人、僕アナル芸人。